よし、切り替わってでしょうか。ピクミン4、パーッと、今いくつ？下か。あ、ごめん。違う違う。長押しじゃない。プラスで、B。ちょっと操作が難しい。記録とログから。パート5かな？始まっているでしょうか。前回。ん？前回ここか。科学者ラッセルのおかげで、資材を活用できるようになり、レスキュー隊員のレンジャー、ディンゴを救助することができました。残る隊員はあと2人、ドクターとパイロットだ。気になる、左側のシルエットになっているところですね。で、さらに、ストーリーが進んで、ディンゴの話によると、頭に葉っぱの生えた葉っぱ人が遭難者を襲っては、自分と同じ姿に変えているらしい。ん？取り残されたパイロットが危ない。急いで救助しなければ。ということなんですよ。これに関してはちょっと私もまだ謎が多くて。じゃあ早速探索に行ってみましょうか。ほい。あ、いいね、この、綺麗に並んだ黄色、赤、氷の3人。こちらは準備 OK です。ビーグル号はいつでも出発できますよ。ちょっと話聞きます。あれ？あ、僕たち以外にも、オリマーさんの救難信号を受けてこの星に来ている人がいたんですね。でも、あ、他に遭難している人がいたとしても、僕たちはみんなを救助するだけです。トゥーナベ。オッケー。じゃあ、探索行きましょう。ほなこ。ちょっとドキドキ。この花吹雪の楽園も気になるけどね、まずはこの日だまりの庭を調査率 100% にしてみたいです。リンゴさんをちょっとギャフンと言わせてみたい。その前に私たちがギャフンと言わないようにちゃんと注意しなくちゃね。まだまだエネルギーが足りませんね。もっとたくさんお宝を集めないと。オッケー。じゃあ、ひな回りの庭へ出発進行。行ってきます。はい、コピーテストる。わ、6人。6人見守ってくれてる。行ってきます。今日は葉っぱ人、多分オリマーさんとモスだろうけど、あの穴に入ってみようかな。はぁ、気をつけよう。ピクミンの生態。地上に引き出せる数には限りがある。オニオンにガーリップを吸収させると、その上限が増える。もうちょっと増やさないと、青いガーリップ、まじで、ん？オニオンの元と、黄色のオニオンの元も見つけましたよね。ちょっとまだ、回収するのは難しいかな。じゃあ、ピクミン引き出しましょう。おすすめはどうですか？こんな感じ？じゃあこれで行ってみようかな。これで、A。わー。で、ライド。じゃあ確認。マップを確認すると、ここら辺は人数が最低50は必要。この池を凍らせるのに、氷を30。そしてここにある青いガ、違う、ガリップじゃないこれ。青いオニオンの、を回収するために、あと、20の赤か黄色、もしくは氷が必要なので。そして、ここに、黄色いガーリップも、あ、ガーリップじゃない、黄色いオニオンも隠れてるんですよね。ということで、今回は、こう言って、うん。ここら辺を探索してみましょうか。こことか、なんとかならないかな。ここも避けたのか。まあ、とりあえず、ここの、備忘録がついてるところを行ってみましょうか。じゃあ、ここまで移動、ここまでね、じゃあ、こっちを向いて、こっち側か。そこを下ろしていけるようにはなってるんだけど、一応ね、一応、こっち側から、こっち側から行ってみます。そこの橋は何？プラス。ここですね。ここをこう行って、この先に何があるのかっていう問題なんだけど、あ、水辺があるのか。L で、20必要か。あ、なんかいるまた。あ、資材がある。こっから降りられそうだけど、周りに危険がないかっていうのもちょっとチェックしなくっちゃ。とりあえず、
銃投げちゃおう。ほいってして、えい、あ、なるほど、これは投げる必要があるのか。じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、紙袋を潰した。はいはい。じゃあこれって何？おそらくだけどあれだよね、今度は黄色いオニオンか。拠点まで運んでくれ、よろしく頼んだぞ。おいくら必要？20きた。その前に、ピクミンたちがどういうルートで運ぶのかっていうのが大事なんですよね。あ、そこ拠点に使えそう。じゃあ、赤、お願いしていい？うろうろしてる。いけ！ああ。ごめんね。ん？待って。ちょっと可愛いぞ。これは。てか、蝶々がいるんだが。ネクスト。えい。あ！逃げて！今めちゃくちゃ危なかった。はあ、蝶々に気を取られてでっかいチャッピーを起こして赤ピクミン一匹食べられちゃうとこだった。大丈夫？今犠牲出てない？遊びかった？違う。プラスか、プラスの記録とログから。まだ死んでない？大丈夫？はあ、まずは、うん、これだね。蝶々じゃなくてまずこいつを、えいってして、じゃあ行くよ。ほい、えい。はあ、ちょっと、よし。で、この蝶々ちょっといい？黄色がいいかな。えい。あ、移します。で、えい、待ってね。えい、えい、はい、はい、はい。難しいな。ところで、これって何？蝶々だよね。えい。ちょっと待ってね。まあ運ばせてみよっか。ただ黄色いオニオンがあったからまずそっちかなとも思うんですよ。連れて行きますね。ちょっと段取りどころか今ほんと危なかった。はあ、まずこの黄色いオニオンを運びましょう。じゃあせっかくだから黄色に運ばせましょう。黄色とゲーってして、いけーって。え、ほい。このオニオンはなかなかの重さだな。青もなかなかだったんですよね。ゴー！何が入ってた？あ、ボタン？えい、えい。他にここら辺はないか？あっち側に誰かがいるから、氷を20連れてくる必要があるのか。来た！半分黄色になっちゃった。おー、いい音楽。オニオンを吸い込んじゃった？大丈夫なんでしょうか？まさかオニオンが合体して2色になるとは。待てよ。ということは、合体した色のピクミンも増やせるんじゃないか？つまりだね。あ、待って、ここに資材があるから、今の18でいけるかな？いくつ？
25、足りない。往復はさせたくないんだよな。じゃあちょっとここ下がって、あ、ピピーっとさせます。黄色に増やしてほしいから、黄色にして、1、2、3。ところで、この茂みって、何もない?あ、これも黄色?ほい。あ、赤なっちゃった。じゃあ、ちょっと黄色に運ばせます。他の子たちは、そこの資材を運びましょうか。で、ほいってして、X で突撃、突撃、突撃、突撃。で、OK? よし。で、乗りまして、見守る。ところで、そこは何か、あ、何かが乗ってた場所だっけ?ちょっとタブレットで、まあ、現地に行って、ピッとな。で、ロレンってロレン。お疲れ。で、隊列40ね。そこ、あ、ん?これ、あれだっけ?いや、ん?なんか、蓋の中に連れ込んだところだっけ?今、こう言って、ここに黄色いオニオンがあって、これなんだ?あ!かぼちゃ?ちょっと揺らします。えい!無理だった。黄色が出てきてるな。ちょっと黄色増やす?あ、でも変わった。色が。えい。どういう仕組みなんだろう?葉っぱのピクミンはいないけど、とりあえずちょっといろいろ投げてみよう。みんな吸わないな。よし、40になって。じゃあ、ここ何?あ、穴だ。じゃあ、えいって降りて、突撃!突撃!あ、こっちもいい?おい。うわぁ、大発掘。さ、みんな集合。オッケー。で、これでみんな集合ね。はぁ、気をつけ、あ、チャッピーいるな。うん、出た。赤に切り替えて、えいで、あ、あ、え、よし。で、これも、え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 、いい感じ?運搬しておく?あ、ちょっといい?じゃあ、この子たちは黄色に運ばせてみよう。えい。えい。ん?お昼回りました。で、ちょっと隊列が少ないのが不安だけど、ここ、そこ粘土のところがあるけど、やっぱチャッピーがいるから、一度降りますね。ほい。よし。じゃあ、この隊列でまた突撃してみましょうか。ドキドキ。はい。後ろに回って、で、ロックオンね。で、赤に切り替えます。そして、えい!ごめん!はぁ。はぁ。で、ピピーっとちょっと。待って、で、これは赤に運ばせてもらって、で、これは黄色で、突撃ってさせる。え、いい感じ?で、残りの子たちは、29いる?じゃあ、ここに突撃、突撃ってさせる。みんな、どこから、ほい。どういう経路で行くの?こう、そう行くのか。よし、見守ろう。安全を。はぁ、あ。割と高いところまで来たね。ああ、お昼も待ってて空が綺麗。
粘土橋を建築した。お疲れ。タンポポが綺麗。あ、そこのカボチャも間近かも。ただあ、ついにここまで来たか。ただこっちに行くにはやっぱ池を飛び越える必要があるから足りないか。オッチンをパワーアップさせればいけるかもしれないけどね。ちょっとここ入ってみます？えい。小手調べの戦い。赤ピクミン。さらわれた遭難者を救助せよ。ピクミンは連れて行けません。地上でしている仕事は中断されます。今みんないる。あ、待て。みんないない。あ。ここに置いてきぼりっていうか、置いてってるのか。じゃあ、どうします？ここのお宝回収してからここに行ってみる。でもかなり遠いな。まずここ行きましょう。えい。入ってみる。どういうことこれ。え、何？カプチ？あれ？どうしたんでしょう。ピクミンがついてきたがらないようです。怪獣さんとオッチンだけで中に入るしかありませんね。え、大丈夫？じゃあ行くよ、オッチン。小手調べの戦い、段取りレベル1。段取りバトルのコツ、ピクミンを増やすのが何より大事。どんどん増やしてどんどん運ばせると良い。ここは一体？とってもパステルな空間ね。いや、そんなことより遭難者は？ん？いた、あっちです。あ、回収されちゃった。あれ？え？何あれ、キムグジャラになっちゃった。なんてことを。パパポポ。この星、段取り悪いもの、生き残れない。葉っぱ生やしておけば大丈夫。まあ段取り悪い、あ、ちょっとその一言言いたいです。なんかオリマーもどきみたいな人、多分オリマーさんでもないかもしれない。生きてるお前、葉っぱいらない。腕前試してやる。腕前。あ、なんかトレーナーバトルみたい。私と段取りバトルで勝負しろ。ここにいるピクミンたち、私が用意して。エンターテイナーかな？エンターテイナー。制限時間内に物をたくさん運ぶ。合わせた重さ、重い方が勝ち。あの遭難者、取り戻したければ、私より段取り力あること。見せてみろ。さあ、段取りバトル始めるぞ。なんかピクミンの葉っぱが青いんだけど、はい。で、はい。目に物見せてやれ。で、はい。で、はい。手加減はしない。で、今のうちにできることが、あ、ピーッとさせる。で、赤で、まずチャッピーを倒すことからかな。いけ、よし、ビビッとして、あ、そうだ、これもうちょっと増やす。でも隊列マックスだな。いけーってする。こっちも、はい。その間私ができることって何かあるかな。ま、ちょっとこれを運んで、これはちょっと無理か。で、ピピーとさせて、あれ？あ、あ、ちょっとここ、いい？ん？あ？あ！で、これもちょっと運びますね。で、ちょっとここ、ちょっと待っていい？よし。国民増やす段取りの基本。あ、なるほど、もっと増やしていいのか。まだまだ勝負は終わらない。それ運べる？よし。他には、あ、イチゴがある。いけ。よし。じゃあ他にはできること、あ、イチゴ、えい。あ、イチゴ、いけ。
いけ。あ、チョッピーいる。ちょっとそっち危険。よし、チョッピーがいるから、ちょっとみんな、ピッとで、こっち来て、チョッピー倒すよ。いけ。よし、じゃあこれ運んで、それも運んでお願いします。うっ、なんか赤いやつがいる。いえ。で、はい。で、これも、はい。よし。で、はい。え、なんか、赤いやついっぱいいるんだけど、隊列今大丈夫？ 28。はい。あ、あ、そうだ。じゃあ、こいつは、えい。よいしょ。じゃあ、任せるぞ。じゃあ、それお願いします。で、ほいって降りて、いけ！リンゴだ！あ、なにこれ？いけ！ってする。じゃあ、こっちも、ゴー！私も。ほい！で、これは、ほいってして、いけ！で、さらに、こっちも、えい！で、ピッ、これも、えい、金塊これ、よし、ほい、ピッと、あとできること、あ、いけ、ほい、あ、ほい、これをほい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 、うわ、勝ったけど逆転で勝利した。ブロンズなんだ。難しいよこれ。お前、段取り力素晴らしい。こいつを返してやる。あ、モスも許してくれた。で、それを運べと言っちゃいましたね。彼は一体何者なんでしょう。さあ、遭難者を連れて地上へ戻りましょう。とってもいい段取りでしたよ。なんか画面が半分になっていたのとか、生物にビクビクしていたのとか相まって、段取り完璧とは言えないですね。遭難者はどこに？あ、これは読みましたね。二人で遊ぶ。小石を投げて援護射撃。いつでも二人で協力して探索することができる。装備の付け外し。タブレットの装備とスキルから。ああ。探索したけど。なんてことだ。頭に葉っぱが生えてしまっているぞ。これじゃまるで、さっきの謎の人物と同じ姿じゃないか。急いでビーグル号まで運ぶんだ。はい、コピー。あ、ピクミン。あ、これでいきますね。はい。はい。道の安全。そこ何回いない？何これ。あ、資材の山か。道はこう行って、こっから下に落下すればいい感じか。じゃあこれで、1、2、3。お願いします。じゃあ、ここで、まずは橋を下げようか。ここ。黄色がいいかな？ちょっと高いから。黄色にして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。えい。これはいくつ？ 30。なんとか足りるかも。じゃあ、いけ！あれ？ああ。あれー。何度見ても頭から葉っぱが生えていますね。顔のもじゃもじゃもすごいです。とにかく ID 情報を確認してみます。ID エラー。データが読み取れませんでした。PNF404。なんか、エラー404ってよく見るよね。あれ？データが読み取れない？生体認証のはずなんですが。困ったな。これじゃ誰だかわからないですね。じゃあこれを運んで。見ましょうか。まだ、まだ？ほい！ほい！よし！こっち行ける？
じゃあ残りはここの資材を、えで、乗って、そう行くの。あ、みんないるね。じゃあ、ピッと。登るときはこっちか。あ、往復もうちょっと時間かかるだろうから、これをはいはいはい。で、降りて、こっちもちょっと、あ、うん。よし。ピッと。で、乗って、手伝いに行きましょう。こうしてこっちか。ああ、いい音で、ここで突撃、さらに突撃で、大丈夫。お、からなった。他にちょっとマイナス。あ、これ段取りバトルのマークか。で、まあここら辺は大丈夫か。次はこっちとか、ここにタイマーがあるな。ここのオニオンは、壁作ったはいいものの、もうちょっと対立数を増やす必要がありそう。ここ今日いけるかな。ちょっと、まあ、降りてみよう。資材でも運び切った。ありがとう。ここな。じゃあここをほいって降りて、ちょっとあちこち探索するには時間が少ないな今日は。ちょっとマップ見ます。ここなんだろうな。なんかタイマーがある。じゃあちょっとここの奥ら辺とかも探索してみる。今こんな感じか、気になるし。じゃあここね、少し時間があるから。あ、これは氷？こう行き止まりになってる、もしかして。ちょっと隊列変えてみます。はい、氷が20必要だったよね。だからちょっと隊列増やして、あ、減らして、はい、これでいい。よし、夕方回っちゃったな。でも教育にはもう時間がなさそう。こっち側はこれでおしまいなのかな。まあ今日はこれで探索を終えよっか。夕方になると怖いから。あ、向こうにお家が見えるな。いずれあそこにも行くことになるのかな。じゃあ今日は隊列もみんないることだし、時間も少ないし、これで終わろっか。解散。今日もお疲れ様でした。一人赤ピクミンを危険な目に遭わせちゃったのが今日は痛手でした。はあ、セーフだった。生物図鑑、初めて見る原生生物に近づくと生物図鑑に登録される。え、まだ持ってないんだけど、その生物図鑑とやら。開発ラボ、ああ、6人迎えてきてくれました。ただいま帰還しました。今日も京都で危ないことが一つ。5日目探索結果、救助した人、謎の人、葉っぱ人。葉っぱの生えた遭難者か。この星の大気は猛毒の酸素を含んでいて、ヘルメットなしでは生きられないはずですが、あ、酸素猛毒なんだ。一体この星で何が起こっているんだ。こ
これが大きな謎か。オリマーさんを襲った謎でもあるのかもしれないね。5日目の探索結果を報告します。葉っぱ人を1人救助しました。救助した人がこれで7人。オッチンのやる気が1アップ。集めたキラキラエネルギーが穴開きイカダが2個で20キラ、馬車の実が150キラ。馬車の実っていい名前ね。これで今日のキラキラは合計で170,2991になりました。で、調査状況は全体で 71% に増えて、ああ犠牲なかった、よかった。ちょっとギリギリのところがあったけど、赤ピクミンが6、黄色ピクミンが21増えて、全体で206匹になりました。資材を1つ使った分になったのかな。増えた分と使った分で結構増減しています。今日回収した頭に葉っぱの生えた遭難者ですが、これがディンゴさんが言っていた葉っぱ人ですか。ゲット。あ、そうだ、こいつがパイロットかもしれねえってわけだ。しかし葉っぱが生えている上にもじゃもじゃではパイロットとは断定できんな。あれ、ドクターに見てもらえば何かわかりますかね。そうだな、合流を急ごう。それまでこの遭難者はそっと寝かしておいた方がいいだろうな。どこに寝かす。あ、これだね。すべての遭難者を救助せよ。葉っぱの生えた遭難者を回収したが、このままではどこの誰かもわからない。どうにかして治療する必要がありそうだ。サイドミッションがまあこんな感じか。じゃあ としますね。探索6日目です。おはようございます。ちょっと一日一日の重みが増してきました。さて、この遭難者だが様子はどうだ。それが起きる気配はありません。それとどういうわけかヘルメットなしでも平気なようです。そうか、やはりドクターに見てもらわなければ。カジュ、オッチン、隊員の捜索とお宝の回収を頼んだぞ。はい、コピー。では朝の作戦会議を終了する。全員配信につけ。はい、コピー。ちょっと謎多いですね。あ、寝たままだ。タブレットでちょっと見るものがあるっぽい。ディンゴさん、キニーズさんね。プラスじゃなかった、B か。で、 ID カード情報、葉っぱ人読み取れません。他にはここは更新なしか。公開日誌、猛毒の酸素。この星の大気は猛毒の酸素を大量に含んでいる。しかし宇宙服の生命維持装置はあと数日しか持たないだろう。私にもモスやピクミンのように葉っぱが生えていればなんとかなっただろうか。なんてバカなことを考えてしまった。なんかこれ手がかりなのかな。謎の手がかり。他にはなんかある。あ、オニオンの合体。新たに見つけたオニオンを運んでいたら元のオニオンに吸収されてしまった。まさか共食い。恐る恐る確認すると、オニオンから新しい色のピクミンが生まれ、中から引き出せるようになっていた。つまりオニオンは合体するのだ。まあ、協調性。9番ね。ピクミンは集団で行動することによって自分たちよりも重い物体を運ぶことができる。さらに運んでいるピクミンの数を増やすと運搬速度を上げることもできるのだ。これだね、私がピクミンブルームで学んだ運搬速度の上昇ね。この素晴らしい協調性、全く誰かさんにも見習ってもらいたいものだ。誰だろう、もしかするとあの人。ちょっとそれは知ってるぞ。で、こんなもんか。お宝見てみましょうか。お宝をシナウズさんに。どうもごきげんよう。今日も晴れて素敵なお宝日和ですね。話はパンペ。お宝センサーをご存知でしょうか。
近くにお宝があると反応する装備だそうです。お宝探しには欠かせないものでしょうね。まだ自力で見つけるかな。今のお宝図鑑はこんな感じです。どうぞご覧ください。今新しいものを見てみましょうか。これ穴開きイカラ2つペア、A。 アクションはできない。まあプラスチック製だけど木目調のプリントがされたボタンってところかな。穴開きイカダ、一人乗りの円形のイカダです。水面の表面張力を利用して浮くのです。中央の穴から水中を覗ける仕組みなのですが、浸水しないよう普段は塞いでおきましょう。他のシリーズなんだろうな。野菜かな、ここ。馬車の実。まあ、綺麗なかぼちゃね。アクションはできない。馬車の実。古い文献によると、由緒ある高貴な女性が、しっかりとした硬い皮を馬車の矢型として利用したという記録が残っているそうです。門限は12時という記載もありましたが、この馬車との関係は不明とのこと。あの物語に沿ってるな。これか。今回2つしかお宝は見つからなかったな。やはり。ありがとうございました。あとは、話はないかな？おっちんとか、ディンゴさんとか。地道な調査こと、地道な調査こそ、レスキューの本分。まずは一エリア、100%、調べ尽くしていきな。噛んでしまったらかっこよさが台無しね。ごめんね。まだ特訓するには、やる気が1しかないから、スルーで。なんか開発できてます？暇人カウンターはいいかな。もうちょっと資材に余裕があったら開発したいかも。それよか、このフレアガードが大事かもしれない。どうかな。それよりオッチンやピクミンを守りたいんだよね。暇人カウンター必要なのかな。ちょっとまだ保留しておきます。はーい。じゃあ今日はこのくらいにしておこうかな。読む文献とかお宝も少なかったです。じゃあここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回よろしくお願いします。